皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでもわかる通り、今日行われました J2 第41節ジェフユナイテッド千葉対京都サンガ FC の試合後即レビューについて紹介していきたいと思います。引き分け以上で京都サンガ FC の12年ぶりの J1 昇格が決まるという非常に重要な一戦になりましたので、そちら今回紹介させていただきます。久しぶりの音声のみの収録にはなっておりますが、即レビューという形で皆さん楽しんでいただけたらなと思っております。また明日以降、移籍情報を含めて顔出しの配信していきたいと思いますので、この動画初めて見ていただいた方も明日以降の動画もぜひぜひチェックしていってほしいなと思います。このショータイムはですね、年内1万人を目指している中、今の状態ではなかなか間に合わない状況にはいますが、 J リーグサポーター含めてここからこのショータイムを通して移籍情報や豪華ゲストをお迎えしてサッカー全体を盛り上げていきたいと思いますので、 J リーグ好きの方は今のうちにチャンネル登録のご協力よろしくお願いいたします。ということで、前置きはここら辺にしておき、早速試合前情報からお伝えしていきたいと思います。はい、ということで早速試合前情報をお伝えしていきます。まずは試合前の順位から紹介させていただくと、ホームのジェフユナイテッド千葉は現在16勝14分け10敗、勝ち点が62、得失点がプラス10という形で8位に位置づけております。対するアウェーの京都サンガ FC、 24勝10分け6敗、勝ち点が82、得失点がプラス28ということで2位に位置づけております。冒頭にも言いました通り、この試合引き分け以上で京都サンガ FC の J1 昇格が決まるという非常に重要な一戦になります。2010年に J2 降格後、ここまでなかなか簡単に行く道のりではありませんでしたが、今季長期で体制ということでようやくここまで来ました。対するホームのジェフユナイテッド千葉は現在11試合負けなしというクラブ記録を更新中の中で、この難敵京都サンガ FC をどう倒していけるのか、またですね、ホーム最終戦という中で昇格をさせるわけにはいかない、非常に重圧のかかった試合ではありますが、楽しんで見ていければいいのかなと感じています。今季の対戦というところは京都サンガ FC のホームスタジアムで2対1で勝利していますので、京都サンガ FC としてはシーズンダブルを、ジェフユナイテッド千葉としてはホームの地で J1 昇格はさせないという強い気持ちを持ちながら両者挑む一戦になります。ということで、ここまで試合前情報を喋らせていただきましたので、早速前半後半というところの見どころポイントやちょっと気になった点含めて90分紹介していければいいのかなと感じています。はい、ということでここからは前半後半の90分を通した中で見どころポイント、個人的に気になった流れというところを含めて喋らせていただきます。まず一つ目ですね、立ち上がりから京都のプレスでチャンスを作る。ここは京都サンガ FC に関する話ではあるんですが、ジェフユナイテッド千葉が後ろから繋いでいく中で、京都サンガ FC いつも通りの前プレスというところ非常にハマっていて、そこからチャンスを作る場面もありました。京都サンガ FC とすると、ここを決めきれなかったっていうのはこの90分通しての最大の課題にはなってきますが、ジェフユナイテッド千葉としてもポゼッションしていく中で、ああいうミスはつきものという中ではありますが、なんとか失点をせずにやりきることができたのは今後につながるところだと思います。ですが、ジェフユナイテッド千葉としても来季以降 J1 昇格という目標を目指していく中で、こういうミスが本当に命取りになってくると思いますので、来季以降改善していくためにも、まずは次節というところで集中して戦っていってほしいのかなと感じました。続いてですね、守備の要ヨルディ・バイス選手の負傷交代。ここは本当立ち上がりの早い前半16分あたりで起きたニュースではあったんですが、ヨルディ・バイス選手が腰を痛めてしまい、この重要な試合というところでルーキーの永井選手が途中交代をしました。ヨルディ・バイス選手としてもですね、今季非常にフル稼働していただけに、この大事な試合で怪我をしてしまったのはサポーターとしても心苦しい怪我になってしまったと思います。ですが、仲間たちがこの試合で J1 昇格という目標を達成してくれましたので、来季以降また J1 で戦う姿、ヨルディ・バイス選手にも期待して見ていきたいと思います。
ジェフネテッド千葉のポゼッションに対し、京都サンガ FC のショートカウンターが炸裂するという前半の流れになっていましたので、ここから後半喋っていきたいと思います。前半はポゼッションに対して京都サンガ FC が前線からプレスをかけ、ショートカウンターというところの流れがほぼほぼ多かったわけなんですが、前半の流れとは変わり、後半は一転し、ジェフネッテッド千葉が持ち前のポゼッションサッカーを相手陣地で行えるようになり、押し込む展開も長かったです。結果的に90分通し、ジェフネッテッド千葉のシュートは12本、京都サンガ FC が18本と、そこまでジェフネッテッド千葉としても引きを取らないような戦いが行われていましたので、次節以降来季につなげていくためには、ここの決定力、枠内にシュートを収めていくというところが課題になってくるのかなと思いました。先ほど前半のところでヨルディ・バイス選手の負傷交代により、ルーキーの永井選手が出場したというところは話させていただきましたが、途中出場の永井選手含めて京都サンガ FC としては、この長期次監督というところが就任した後ですね、特に守備に力を入れてきたというところを含めて、安定した守備がこの不足の事態でも行えていたのは素晴らしいところだと思いますし、こういう柔軟性というところはまたね、来季以降 J1 の舞台でもとても必要になってくる場面だと思いますので、このルーキーの永井選手含めていい経験ができたというところですね、来季以降につなげていってほしいと思います。最後は両者のこの試合にかける場面も見られたということで、ちょっとね、喧嘩というところになってしまったところはありますが、これもジェフネッテッド千葉としても目の前では J1 昇格をやらせない、京都サンガ FC としては何としてもこの試合に引き分け以上で J1 昇格を決めるんだという熱い思いがぶつかったシーンだったのかなと思いますので、久しぶりにああいう熱い場面を見れたということで、まだね、見てない方は、まあ、ちょっと、苦手な方はそうですけど、ちょっと気になった方は見ていってほしいのかなと感じました。京都サンガ FC としては勝つことはできなかったものの、結果的には引き分けということで J1 昇格が決定しましたので、ここからは試合前情報、前半後半のまとめを経て、最後総括という形で喋らせていただきたいと思います。はい、ということでここからは今日行われましたジェフネッテッド千葉対京都サンガ FC のラストのまとめとして、箇条書きまとめさせていただきましたので紹介させていただきます。まず一つ目ですね、この試合で大きく決まった京都サンガ FC が引き分けたことにより12年ぶりの J1 昇格が決定しました。またですね、これと同様に優勝は逃しましたが、昇格の目標は達成できたということで、この、試合が行われた後ですね、ジビロ磐田が引き分けということもあり、結果的には今季の J2 王者はジビロ磐田というところにも決定しました。ツイッターにも書かせていただいた通り、ジビロ磐田の J2 優勝、京都サンガ FC の J1 昇格ともに本当におめでとうございました。またですね、ここで満足することなく、来季の J1 での飛躍というところも期待していきたいと思いますので、この冬の動向を含めて追っていければいいのかなと思います。今話した通り、京都サンガ FC のところで言うと、荻原選手がですね、浦和レッズに戻るのかだったり、いろんな問題が出てくる中で、この冬の移籍動向は今後とも注目してみていきたいと思います。来季長期次監督率いる京都サンガ FC というところが J1 の舞台で京都旋風を巻き起こせるのか、注目して見ていきたいと思います。ジェフネッテッド千葉としてもホーム最終戦、このような形で目の前で悔しい思いをさせられてしまいましたが、来季以降の糧につなげていけるようにまた頑張っていってほしいと思いますし、千葉も負けなしでまたね、記録というところを伸ばしましたので、最終戦、次節アウェーではなりますが、いい形で今季を終えられるように戦っていってほしいのかなと思います。次節最終戦というところは、ジェフネッテッド千葉はファジアーノ岡山との対戦、京都サンガ FC は末源金沢との対戦になりますので、どちらも次節の最終戦、良い形で終われるように戦っていってほしいのかなと思いました。はい、ということでですね、今回は今日行われました J2 第41節ジェフネッテッド千葉対京都サンガ FC の試合について、試合後即レビュー紹介させていただきました。ここ最近ね、試合前プレビューレビューそこまで上げられることはできていませんけど、その代わりに移籍情報を含めて力の入れた動画をたくさん配信していますので、この動画で初めてショータイムをしてくれた方、いつも見てくれている方含めて、ぜひぜひね、他の動画も見ていっていただけたらなと思います。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画になったと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。明日以降も移籍情報、様々な移籍情報ですね、発信していきたいと思いますし、
年末には豪華ゲストをお迎えして、このショータイム J リーグさらに盛り上げていきたいと思いますので、1万人に向けて皆様のご協力よろしくお願いいたします。ということで、明日以降の動画も楽しんでいただけたらなと思いました。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バーイ。